はい、始まりました。本日、演歌ビニール地獄カッパーチャンネル編、イエーイ。今日は番外編です。番外編です。いや、いいよ、全然。今日はゲストに、そう DJ ファッツ武井さんに来ていただきました。今日はですね、ご無沙汰しております。いつもあの不定期ではございますけども、塩化ビニール地獄というあのとにかくあのレコードを持ってきてレコードをかけまくる、はい、そんなあの隙間の常年のイベントをしておりまして、それのこうできないもんでですね、今日はもうあの一人だけで来ましたけど、今日は YouTube で YouTube で著作権引っかかりますけど、引っかかりまくりしてもうそれはもうあの愛やから、愛ですから、今日は愛、2人のね、ヒーローに対しての愛だから。有料チャンネルじゃございませんから、うん、そうそう、はい、いっぱいあるんやもんだってね。そうそう、今日はあの秘蔵版をご紹介してくれる、うん、そう、2人揃って好きなのがあのもうあのチェッカーズですよ。チェッカーズですよ。昨日もあげましたけどね。チェッカーズですよ、やっぱり、はい、もうあの俺中学校かな、中学校の時に熊本にいましたけど、あの熊本をね、久留米と近いじゃないですか。あ、そうですね。でちょうどその時があのフィフティーズリバイバルでロックンロールとかロカビリーとか、はいはい、流行ってたと、ブラックキャッツとか、シャネルズとか、はいはい、でその時に久留米にものすげえそのドゥーアップのうまいバンドがおると、でザ・チェッカーズっていうバンドらしいって言って、へえって言って、まだじゃあそれはそのデビュー前の話です。そうそう、もう熊本の人たちもやっぱ知ってて、へいやすげえかっこいいよって言って言ってた。へで中1やったかな、そんぐらいですね。だって僕が多分ね、涙のリクエストのドーナツ版を初めて自分のお小遣いで買ったのが小学校4年生なんですよ。ああ、そんなもんやろ。10歳ぐらい、うん、でその時に、うん、なんかね雑誌でチェッカーズデビューって言った時に、はい、ドゥアップやから、はい、でなんかその教えてもらったらもうすっげえコテコテのね、うんうん、もうこうリーゼントねみたいなのが、うん、出てきた写真がギザギザハートの写真やった。あ、ギザギザハートの子もいるだろ。思うよ。思いますよね。ただ B 面がね、うん、確かにロックンロール。ロックンロールですね。あれだったけど、ちょっとって思ったけど、この B 面フリークの僕が B 面何やったか忘れて、あの子とマッシュポテト。マッシュポテトやったか。あの子とマッシュポテトかな。忘れたいましたね。で、はい、あのまあそれでも好きになり、はい、俺初めてバンドを中3の時にしたコピーの一発目がギザギザハート。マジですか。ギザギザハート歌った。へえ。学園祭で。学園祭で。いや、いいっすね。沖縄の友達とか。なかなか僕なんかだけどチェッカーズハードルが高くてできなかったですもんね。あ、もう全然下手くそなよ。もう全然あんなレベルでじゃん。もう全然ないけど。でそれでこう、まあ、チェッカーズ聞き出して、で、まあ、そんなにね、まあ、ちょっとな、思ってたと違うな。でそっからこうやっぱなんかシャネルとか、シャネルとかね、ね、はいはい、ブラックキャッツとかやっぱ行くじゃん。そうですね、ブラックキャッツは格好がコテコテでしたからね、みたいな。リーゼントやめたんかよチェッカーズみたいなね。うん、こう気持ち若い。若いですね。ね、でこう、まあ、それでも何枚かこうシングルが出てきた曲って言ったら、多分ね、あのフラワーチェッカーズ、うん、3枚目これ、はい、これから、はい、ウリノさん、はいはい、その時のプロデュースじゃないけど、うん、ウリノさんが後藤取り、うん、あのペアがねじゃなくなってから、そうそう、自分たちでじゃあやってみろよと、はいはい、もうそろそろ自分たちのいい曲もあるだろうみたいなんでやったのが、だんだんこう曲が入ってたこれフラワーチェッカーズから、そう、はい、で
その次ですよ。はい、その次ですよ。ちょうどこうフラワーがあれ、あのロカビリーナイトとか、ああ、俺たちのロカビリーナイトとか、うん、あの時のケーシティ、時のケーシティ、あとロングロードとか、ロングロードね、もう名曲、名曲揃いです。うん、で、まあまあ鶴久さんがいい曲、鶴久さん、がっつりの、がっつりの、で、85年に、うん、これが出したんです。その時は、うん、あのカセット。カセット、これ CD なんです、再発の CD で俺、うん、俺やっぱカセットかな持ってたの、カセットやわ、カセットしかなかった、うん、CD が出たのその1年か2年後、でテレビドラマであったんですもんね、うん、もうそのキュートビートクラブバンド、そうそう、でこうキュートビートクラブバンドってそのチェッカーズのファンクラブの名前がキュートビート、うん、っていうのが、うんうん、ファンクラブの名前で、うん、そのファンクラブで、あ、いらっしゃい、いらっしゃい、その架空のね、うん、バンド、バンド、あのジョージスプリングフルバンド、バンド、ジュノー架空のバンドなんです、はいはい、でもその時は架空のバンドと言ってなかった。あ、もうすっかり僕はテレビドラマに騙されてる、そうそう、こういうバンドがいるそう、で、結構そのカセットの中の曲が、うん、A 面が、うん、あの英語版で、B 面がチェッカーズで、その英語版歌ってるのが五大吾のトミー・シュナイダー、うん、トミー・シュナイダーさん、ドラムの、ドラムのあの人が歌ってる、へぇ、五大吾といえばね、もうあのこの間あのギターの浅野さんが亡くなりました、ね、うん、そうですね、そこがねまたこう五大吾、ちょっと前に2年前に出たフラワーと五大吾アルバムがあるんです、へー、なんか奇遇ですね、奇遇なの、奇遇なのよ、でなんで今日じゃあ演歌ビニール番外編させてって言ったの、このアナログをですね、もうずっと探してました、うん、たまにヤフオクとか出てきて、でも高い、これプロモ版しかなくて、うん、もうあのなかなか買える値段じゃなかった、でそれがこの前福岡 の, あの某レコード屋さんで、うん、たまたま出てて、たまたま、あ、みんなやっぱもうそのコロナでねお金なくなっちゃって資材を投げ打って、うん、で、わー出てるやん、あ、でもすぐパッて買って、で次の日もう福岡から届いて、もう聴いてもう涙をしながら、いい曲だもう今キュートビートを語るやつあんまいないな、あんまいないですよね、ちょっと早速そのちょっとで、そう、こうキュートビートクラブバンド確かにね、あの一曲というと多分みんなは、まあ、あの曲ですよね、そうそう、これ7つの海の地球儀、7つの海の地球儀をやっぱ皆さん言うんです、これも名曲、はい、名曲なんですけど、俺はですね、はい、もうあのこれ初めて聴いた時にあれですか、この曲、時代の方ですか時代ですよ、次のね、次の時代、じゃあ早速じゃあ聞いてみましょう、いただきましょう、いただきましょう、こちらです、いいな、いつでも何かが
いい曲、ネクストジェネレーション。これがね、俺も初めて聴いた時に、なんていい歌やと。で、これあの…でもやっぱ、チェッカーズはやっぱこっちがしたかったんだなっていうね、そうそう、うん、あの感じがやっぱありましたよね、うん、で、はい、もう結構あの…コンサート、俺コンサートね、チェッカーズ一回も見れてないんですよ。俺もな、実は実は実は、フミヤさんのソロはある何度かあの武道館に見に行ったんですけど、みんなで飛行機を飛ばしました。あ、飛行機をこれがね、俺ないよね。あ、そうなんですか。なあ、いや、まあ、俺もないですよ。あの寮生活だったっていうのもあるし、あ、まあ、そうですね、でなくて、うん、あのどうしても見たい、うん、見たいじゃん、はいはい、で当時はビデオがね、うんうん、あったんです。 VHS でいっぱい、はいはい、高いんですよ。まだ1万円とかするとき1万2800円だから、とても買えない。でレンタルとかもまだなかったんですか。そうですね、なかったですね。誰かが確かね、友達がなんかそれを1本なんか持ってて、それをなんか見て、であの結構こう後半でさ、格好があのラバーソウルとかね、こうジョンソンズとか吹き出してこうリゼント時代、あの時からが俺もう好きで、もで俺は特にあの竹内徹兄さん、竹内さんですか、カレーブスに来ていただきましたね。来ましたよ。もうなかなか来ない。最近最近ね、今日お会いしてないですね。お会いしてないよ。なかなかその久留米でやってるシェイクのライブにもなかなかちょっとね、こうカッパーのイベントとこうなんかね、なんかねこうなったり、土曜日とか日曜日、まあ、そうですね、なかなか行けない。でそれで徹兄さんが俺も好きで、フミヤさんとかも好きだったけど、はい、あの
トール兄さんがもうあのこうキュートビートの、はいはい、これ昔はビデオで、はい、今もう DVD が出てる。これの中でこれドラマも入ってるんですか。うん、あの映画が映画入ってる。映画が入ってる。そこれ映画が入ってる、であのこう取り調べのシーンでさ、はいはい、トール兄さんがあの目隠しをこうして、はい、あのエロビデオの声だけをこう聞かせる1分とか言うやつ1分俺はもう家にこう何千本ってエロビデオ持ってるんだよみたいなのがねもうあれあ俺はこの人のことが多分好きやわと思って、恋をした瞬間やったんですね。なるほど。でそうトール兄さんとかねフミヤさんとか、はい、トール兄さん色男、色男、どう、はい、どこですね、うん、で、フミヤさんとかもあの、フミヤさん一回、うん、まだあの大分のパルコがある時に、はいはい、パルコに来たよ。マジっすか。インタビュー、なんかテレビかラジオかのインタビューで、パルコの1階にあのスターバックスがあって、そこでこうインタビュアーさんと2人並んでて、あのね誰かが見に行ったって聞いたら、うん、あの照木さんが見に行った。ああ照木さん、はいはい。だからもうあの何パン上野動物園のパンダを見るように人がそうそうあのはいこちらです、立ち止まらないようにみたいなこう流されるから、賞味2秒ぐらい。すごいです。だってその全盛期あの紅白じゃないや紅白に出るために新宿御苑からあの武道館までの信号をチェッカーズのために全部青にしたらしいですからね。あの撮影に間に合うために。あすごいですよね。ねスーパースターだ。スーパースターですよ。永遠のアイドルです。永遠のアイドル、はい、なかなか来ないですもう風がね、あれもうあの明日うちに来てからの PCR 検査やで、まあ、あのこういうのが出てですよ。で、あの本も出てすごいの持ってます。これはあのうちの弟もなんとモーサントンベンダーでベースを弾いてるやつがはい、はい、あの当時はフミヤさんが大好きで、これ買って、僕は世代ですもんね。うん、で、あのもう本当格好もチッカーズみたいな、俺チッカーズ大好きみたいな格好やったんです。メンズバツを着てたわけです。で、これをもう2人でこう見ながら、で、いまだに俺はあの家でカレー作るときは、この中にね。フミヤさんがカレーを作るあのページがあるんですよ。へほら、フミヤ直伝藤井家のカレー。藤井家のカレー、作りたいですね。これをなんかね、こう作り方をこう書いてて、これを参考にしながらカレーを作る。カレーを作ると、藤井さんのお家では藤井家のカレーが食べれると。いや全然違う。それ全然違う。全然違うけど。ね、はい、文也さんもともとあのだって料理人とかもしてたけど、ね、そうなんですか。あのベスト10とかであのものすごいキャベツの千切りがうまかったなんかわーって聞いて、うわすっげえうまいこの人みたいな。もともとあの国鉄の、ね、職員っつってましたもんね。集団就職の、あのなんか椎茸を食べれんで、あそうそう、あのそれを見てから僕も椎茸食べなかったいろいろあのその時のヒーローにこう惑わされる、ね、惑わされ感化されますよね、うん、俺もだってあのピストルズが好きで、もうジョニー・ロットンが大好きやったけん、うん、ビートルズとかあのストーンズは、うん、大学生になってからしか聞かなかった。もう今でこそなんかねこうクラッシュとかね言うけど、当時あのクラッシュまたねこう紹介の仕方がさ、はいはい、あの人こうものすごくこうディスるじゃん、まあそう、まあまあ、クラッシュなんかお笑いバンドだよみたいなこと言うけん、うん、俺もクラッシュなんかお笑いバンドだよって、ね、でクラッシュも聞かなかった。まあでもそういうのに惑わされちゃいますね。まあね、そうなんや。でも、はい、あのさっきも言いましたが、はい、
やっぱキュートビートといえば、そうですね、世間的にはですよ、こちらですよ、これですよね、七つの海の地球儀、これも大名曲、これもなんかね、当時はそのチェッカーズとしてはじゃなくて、キュートビートクラブバンドとして、うん、ザ・ベスト10で、あ、トップ10かなのかな、これね、ベスト10も出たんじゃないかっけな、確か出てましたね、うん、あ、ヒットスタジオ出たっけな、ヒットスタジオ、ベスト10はなんかね、今 DVD が出てる、あ、そうですかね、ベスト10チェッカーズ、チェッカーズね、ミラーボールの調査さんはそういうところは多分詳しい、そうそう中森明菜、中森明菜ない、もう初代中森明菜イントロ女王です、イントロ女王やもう、あのキュートビートが出てからですよ、だからキュートビートの後にあのもうセルフプロデュースの GO が出て、うん、7とか7とか ね、まあ、大人チェッカーズ、ね、大人チェッカーズに入っていくやつね、ここがあの分岐なんですよね。そうですね。フラワーから、フラワーからね。分岐ですね。じゃあ最後は、最後じゃあこの曲で締めますか。締めますか。じゃあキュートビートクラブバンドで七つの海の地球儀。聞いてちょうだい。Thank you.
いじりして自由を諦めないで、過ぎる時は風。聞いていただきました。キュートピークラブバンドで七つの海の地球でございましたよ。最高ですよ。最高ですね。またじゃあまた第2回が第2回をこれ結構面白いですね。面白い。ね、OL の曲を聴く。ああいいですね。こうもうね普通の塩化ビニールの時も、はい、好きな曲しか書けないけど。はい今日みたいなのがいい。今日みたいなのがいいですね。そうそう。なんかやっぱ思い出があっていろいろ語りを入れながら。普通はなんかね、彼女ってこの歌を書いてるけど、彼女とか全然書けないもん。俺もトールさんにこの時は恋してた。トールさんに恋してたんですよ。トールさん来てほしいな、また。また来てほしいっすね、トールさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、じゃあまあ、今日のカッパーチャンネル、塩化ビニール塩化ビニール地獄じゃあお別れしましょう。それではまた次回開催の時までさよなら。滝川クリステルです。